Dear students, good afternoon. You might think that I will continue with the same English, but I change suddenly to Japanese. 皆さん、こんにちは。待ちに待ったオープンゼミナーでございます。今日、例によってですね、お昼ごろ出勤をいたしました。ロビーは何やら黒い服を着た人たちがたくさんいるということでですね、いよいよオープンゼミになるなというふうに思った次第でございます。オープンゼミになる、私も担当させていただいて、ちょっとなりますけれども、やはりオープンゼミになるといえば国際関係学部、国際関係学部といえばオープンゼミになるということでですね、これがないと一学年終わらないというほどの、大きなイベントかと思います。今年は、第14回目ということでですね、だいぶ回を重ねてまいりましたけれども、今年の特徴といたしましてはですね、まず何といってもGS、グローバルスタディーズの皆さんが参加されるということで、この会場にも1チーム参加されるというふうに理解しておりますけど、それからもう一つ、審査員、でございますけど、毎年学生から審査をやっていただく先生だと思いますね、やっていただくということなんですが、まあ、何しろこれ大変な作業になりました。全一つの会場で16チーム、今年は何しろ17チームの審査をやるということで、まあ、4時間ぐらい、やろうという大変な作業になりますので、まあその大変な務めをですね、しっかりやっていただくということでですね、学生の有志の方々に審査をやっていただくということで、新しくそういうシステムで、やっているということでございます。ということでですね、今年も大いに、皆さんですね、積極的な参加、なんといってもですね、日本シリーズもですね、ジャイアンツと楽天とやりましたけれども、私はジャイアンツが勝つというふうに信じておったんですが、楽天に負けました。まあ、これもですね、一重に観客の後押しがあったということだと思います。このオープンゼミナール盛り上げるというためにもですね、観客の皆さんの熱い視線、熱い眼差し、それから真剣なですね、兆候ということが何よりも盛り上げる要因かと思います。ということで、皆さんの熱いオーディエンスを期待いたしまして、ご挨拶に変えたいと思います。これから英語でちょっと短
次回挨拶をする予定になりましたが、ちょっと時間が、過ぎてしまいましたので、これは割愛させていただきます。以上です。長谷先生、ありがとうございました。ではこの会場を審査していただく先生方の紹介をさせていただきます。お名前をお呼びしましたら、失礼ですがお立ちくださいませ。言語学がご専門の三宅先生、お願いいたします。国際金融論がご専門の徳丸先生、そしてオープンセミナールも担当していただいております永瀬先生です。オープンセミナールの会場は更新がこの、すいません730と1個下の721で開催しています。開会式が終わりますと会場は暗くなりますので、足元のビデオカメラのコードなどにご注意ください。前半と後半の間に休憩時間がありますが、教室の移動などはその時間にお願いします。それ以外でプレゼンテーションとプレゼンテーションの合間やプレゼンテーション中の入退場はプレゼンターの方の迷惑になるため原則禁止となっています。もし体調が優れないかの何かございましたら、後方のドアスタッフにお知らせください。配布資料ですが、レジュメとサマリーがセットでワンチームの資料となっていることをご了承ください。ここで訂正事項なんですが、プレゼンテーションの目次のところですね、2番のところが食料廃棄で世界を変えるバイオマスエネルギーの新たな可能性に変更、8番のところがベンチャーで日本を変えるに変更、15番のところがニューパラダイムオブニートに変更です。こちらのミスで申し訳ございません。ではルール説明を行います。お手元のレジュメをご覧ください。まず選考方法ですが、審査員は教員に加え学生登録審査員を今年度より導入しております。学生審査員には各会場前半後半ごとに再点検を付与させていただいております。また公正な審査のため先生方には担当するゼミの採点は行わないようにお願いしています。採点項目としては伝え方、分析、構成、資料、内容の5項目を設定しています。これらの点に注目の上、1点から5点の間で採点をお願いします。点数の算出方法は、教員の平均点の4倍と学生審査員平均点の3倍を合わせ、減点分を差し引き満点は175点となっております。事前に配布しております採点用紙は8チーム全ての採点がされている用紙のみ有効です。採点が途中の用紙は無効となりますのでご注意ください。また後半の採点用紙を配布する際に席にいない場合、用紙を配布することができないのでご注意ください。質問やコメントがございましたら用紙のコメント欄にもぜひご記入ください。質問には後日プレゼンターの方にホームページで回答していただく予定となっております。なおこの予選を勝ち抜いて本戦に出場できるのは更新館721、730の各教室からそれぞれ上位2チーム、教員審査員推薦枠としてそれぞれ1チームの合計6チームとなります。また発表時間は10分間と決められており、15秒過ぎると 0.5 点ずつ減点させていただきます。最大延長は1分で、1分を過ぎますと強制的に終了になりますのでご注意ください。またパソコンなどを接続する準備期間なんですが、1分を原則とさせていただいておりますので、できるだけ1分以内に収まるようにお願いします。また結果発表はこの1個下の更新館721で行います。プレゼンター先生方、登録審査員の方から優先にお座りいただき、その他の方は空いた席にお座りください。最後になりますが、プレゼンを速やかに始めていただきますよう、始まりの拍手はお控えください。しかしプレゼンが終了した時にはどうぞ盛大な拍手をお願いします。それでは早速前半のプレゼンテーションを始めますので、1チーム目の方は入場をお願いします。準備をしますので少々お待ちくださいませ。この間もう一度採点項目や採点基準に目を通しておいてください。